裏社会ジャーニーです。なんと今回は案件が来ました。しかも最新の注目アプリゲーム、シティオブクライム犯罪都市、こちらの案件なんですね。4月28日に Android 版が配信開始されるんですけど、その内容っていうのがギャング、マフィア、まあ、無秩序、自由、ハード、爽快感のあるゲームなんですよ。もう、なんだろう、今の、まあ、話とタイトルだけでも、まあ、裏社会ジャーニーにぴったりじゃないですか。まあ、そういうことを、まあ、ゲーム会社さんも、なんか思ったのか、うちに案件くれました。で、まあ、今ね、ただ説明しながら思ったんですけど、世の中の皆さんって、ギャング、マフィア、ヤクザとかの違いとかって気にしてんのかなと思って、僕、よくね、いろんな人と話をしていて、あ、ギャングですねとかマフィアですね、ヤクザですねみたいな話をするんですけど、あんまり分かってない人が意外と多いなというのがちょっと印象なんですけど、例えばメキシコの麻薬カルテルなんか、あれはカルテルって言いますけど、まあ、ちょっとマフィア的なギャングというか、両方入ってるんですよ。全部まとめている。まあ、総合商社みたいな感じなんですね。そうするとちょっと分かりづらいですけど、ギャングっていうのは、もう少しこう、地域に密着しているんですね。通り沿いとかに、そこをエリアにして、こう、恐喝だったりとか、ドラッグの販売とかをしている。まあ、不良の延長みたいな感じ。ちょっと言い方あれですけどね。で、マフィアっていうのは、秘密結社。そういうのに近いんですね。中枢メンバーすごい少人数なんだけど、まあそれで表に決して出ることのない、そういう人たちなんですよ。で、その人たちがギャングみたいな人たちを使って商売をするみたいなのの、まあそういう複合体みたいなのが麻薬カルテルみたいな感じなんですよ。じゃあ一方、日本のヤクザってどうなのっていうと、まあ、形はマフィアとかギャングにも似てるんですけど、一番大きなところは表に看板を出すことですね。堂々と私たちヤクザですというふうに看板を出す。実はこれ世界に類を見ない、そういう犯罪組織って言ってるのかな、一応警察法律としては犯罪組織として認定していますので、まあ最近はね、あんまり出さないこともありますけれども、まあ出さないというか出せないですよね。あとエリアによっては、そういうちょっとこう指定されてしまうと、事務所使えないとかいろいろありますから。ただそういう意味では日本のヤクザ的なことっていうのは、海外の犯罪者、それから特にギャングみたいな人たちはなんかものすごくこう、質問してくる、どういう組織なのみたいな感じで聞いてくることがありますね。ただ僕からするとやっぱり海外のギャング事情ですね、そっちを追いかけていると、不思議なことがすごいあるんですよ。日本だと、まあ、そういう縄張りのことを島って言いますよね。縄張り争いをしていても、一つのビルの中にそれぞれこう違う勢力が入り組んでるみたいなのがあったりするんですけど、海外の場合だと、本当にはっきりしていて、一つの通りを挟んできっちりと割れてたりとかするんですよね。そういう意味では、なんか、縄張りっていうのが、なんか海外のギャングチーム同士とかの縄張りの方がはっきりしてて、で、ここの通りまでは俺たち守れるけど、こっから先行ったら知らないからねみたいなことを結構言われましたね。パナマでもあったでしょ、メキシコでもそれ言われたし、ブラジルでも同じこと言われたし、ジャマイカでも同じこと言われましたね。とにかくね、一つの通りに沿ってこう、とにかく縄張りがある。で、そこの通りを越えるとやられても文句言えないっていうのが、まあ裏社会の掟ではあるんですけど、でも勢力争いって一回始まるとなかなか難しいんですね。収まるところがまで収まらないっていうか。で、このシティオブクライム、犯罪都市なんですけど、まさにこの縄張り争い、街をね、こう俯瞰して見る感じの、マップをこう動かしながら、そこで縄張り争いをしていくんですよ。で、まあ裏社会に権力を握るって、本当に単なるマネーゲームでもないし、暴力だけでもないし、何が必要かってその両方、プラスやっぱ戦略眼だったりとか、やっぱり運とかそういうのも必要なんですよね。で、その過程で自分がどんな、ボスになりたいかって、やっぱ自分でね、こう選んでいくんですよ。
そのあたりが、まあ、このゲームでは結構自由度が高いんで、ストリート最強を目指すもよし、まあ、なんだろう、犯罪王国を作るもよし、まあ、美女と遊ぶもよし、みたいな。そういう感じで、本当自由に遊べるようなんですよね。僕は、これまで裏社会ジャーニーでいろんなそういう元犯罪者の人とか、取材というかお話ししてきましたし、自分のその、海外取材でも実際にその海外のギャングとかマフィアとかあったりしてきましたけども、自分がそっち側に行くっていうことはね、自分の人生において考えてなかったんですよ。だけど今回このゲームの世界だとね、そういうそっち側の人の論理で、これまでね培ったノウハウを活かしながらちょっとプレイしてみたいなと思ってます。ということで早速ゲーム始めてみたいです。Another wonderful night in the city of St. York, where some come to get lucky, and others come to have some fun. Whatever you're looking for, you'll find it here, in the city of crime. Here is where your story begins.自分が犯罪者側で何かをするっていうことを考えたことがなかったので、ゲームの中でもちょっとやれるのがいいかもしれないですね。絵がアメコミ風、あ、1年後刑務所外、まあ、出所したってことですね。捕まってからの出所。ビッグ D、 ボス調子いいじゃないか。はんはん、まあ、多分 部下かなんかですよね。兄弟、はいはい、ああここでキャラクターを選ぶと、これはまあいわゆる、まあ、ヤクザっぽい感じですね。これはビジネスヤクザ風、こっちもなんかオールドスクールな感じがしていいですね。これは、なんかいい感じですね。ストリートの匂いが漂う感じ。こいつ、ちょっといかついっすね。どれが俺っぽいかな。まあ、俺っぽいっていうよりは好きなキャラを選べばいいんですけど、まあ、僕的にはやっぱりこう、ストリートで強そうな、この感じが、なんか、スタジャン、こなしてる感じがいいなと。思ってるんで、こいつにします。Yeah, stage four liquor ain't no joke. So shut up and get my bags. 良い気分だと。さっさとカバンをくれ。あ、はいはい。でタップ。Yes sir. Let's get going, boss. The game's waiting. みんなボスの出所待ちくたびれてますと、とりあえず行きましょう。まあ、実際のヤクザとのやり取りでもね、こんな話がある感じですよ。モーテル。Of course, you are the one crazy enough to get out of prison based on some medical disease. 病気を装って刑務所から出られるなんて、あ、これ実際やりますね。はい、病気を装っていく感じ。Well, it worked, didn't it? いいんじゃないっていうことですね。はいはい。It's good to have you back, sir. 会いたかったよ、ボス。まあこいつは多分金庫番というか右腕ラミレス。まあ事務方っぽいね。Good to see you, Ramirez.Yo, where's Kevin? ケビンはと、俺を裏切ったスパイが見つかった。裏切られて、捕まったってことですね。Yeah, about that. I didn't want to ruin the vibe on the way home, but ケビンがさらわれた。K-Dog might have been snatched. これに対して、あ、こうやって選択肢が出てくるんですね。で、回答を決めると。さらわれたのはいつの話なのかと、そんな冗談はやめろっていうのかと、まあ、僕だったら、まあ、冗談はよせよって言いたくなるけど、まあ、部下がこのタイミングで雰囲気を壊すのは嫌なんだけどって言ってきたってことは、まあ、その部下の言ってることを疑わないっていうことも一つこう上司の度量、ボスの度量なので、信じた上でお前いつの話だよみたいな感じで返そうと思います。 What? For how long?いつのことだと。We haven't heard from him for two weeks now. He must have poked in the right place at the wrong time. 2週間行方不明、ちょっと心配だって。2週間行方不明だと相当の行方不明ですからね。で、それに対して僕は指示を出さなきゃいけないわけですよ。彼を戻せなのか、誰にやられたんだと。まあ、これはだから、
よりこう内容を詰めていくのか、部下にお前らやっとけっていうのかどうするかですよね。まあ、僕だったら、まあ、心当たり聞くと思います。誰にやられたんだっていうふうに聞くと思いますね。なのでこっち、Who would be stupid enough to fuck one of the strongest gangs in the city? 俺たちこの街で5本の指に入るギャングだぞと。まあ、5本の指に入るギャングなんですね、こいつはね。Sir, I hate to be the bearer of more bad news, but we're currently standing on the last of our territories. 実は俺たちの縄張りもうほとんど残ってる。聞きたくなかった。1年で、あ、結構大規模だったのか。一番ちっちゃくなっちゃってる。We had to fight tooth and nail just to keep this last piece of turf. まあね、このメンバーで頑張ってくれたんでしょうけど、この真ん中の緑のところが。Oh, shit. ははは。Alright then, I'll start getting the neighborhood back in order. You guys find out who the fuck took Kevin. とりあえずこの縄張りは任せろと。ケビンをさらったやつを探し出せと指示を出すわけですね。Duke's firm still here? Hope he ain't retired yet.公爵の会社はまだここにある。まだ引退していなければっていうね。大体なんかその裏社会の仕事をやってる人によくわかんないけど、あの通名というか通り名、ニックネームみたいなのがつくことは結構ありますね。それはこの人の場合きっと公爵なんでしょうね。はい、じゃあ建設会社を工事していく。タップします。 It's good to have you back, sir. My boys are ready when you are. はい、会いたかったですと、いつでも命令をくれと。で命令をすると、あ、これですね、建設会社。建設会社は、建築物を建築しグレードアップすることが可能。建築会社が多いほど建設とグレードアップを同時進行することが可能だと。なそういうシステムがあるということですね。はい、じゃあ進みます。 OK します。でモーテルを基地に改装、本拠地にする。モーテルっていいですよね。なんか本拠地にしやすいですよね。駐車場とね、施設が、宿泊施設があるからね。実際にこうモーテルをこうねじろにしてるギャングとか実際いますけど、ね、アメリカ、メキシコあたりね、中南米とかで、ね、はい、タップで、これでアップグレードの方を押します。まあまあ、これ多分お金があれば即建設で、まあ、時間かかるよっていう感じで、まあ時間で済むなら僕は時間を今回は取ろうと思います。はい、 I'm on it。はいはい、立ってきますね。いいですね。で、大事な仕事がある。何でしょう。なんか用って聞いてきますね、部下がね。この部下もなんかぽいんですよね。このなんかこう着こなしっていうかね、まあまあいいですけど、はい。我々のクラブを取り戻せと、まあ、かつて支配してた縄張りに、あったクラブのことでしょうね。取り戻せと、はい、クソ任せろ、クソ言い方ですよ、はい、子供に聞かせられないやつです。はい、ここをバトルタップ。こうこれがストリートファイトって出てますね。もう縄張りを取り戻すために戦うっていう感じなのかな。で、まあ、とりあえず矢印をね、こう押しますから。ああ、これでビッグ D を使って、必要は、はい、いくってことですね。縄張り争いスタートですよ。ああ、こう8の字を書きながらね。はいはいはい。ああ、上の丸の中にいるのが敵ですね。多すぎだろ、これ。敵、クソ。怖い。こういう時にこの壁を背にするっていうのは、実戦ではあれなんですけど。こんなん、自分がこんな押し殺すとか思ってなかったですね。あ、まだ赤点が、どこだ、こいつ。お、勝ちましたね。
ビッグ D に遊んでないナイトクラブセキュリティを手伝えと指示を出します。はい、業務に派遣して報酬を獲得しましょう。まあ、いわゆる、まあ、みかじめ料に近い感じですね。ボディーガードを部下として出すので、まあ、ナイトクラブを管理するんだったらこれはとりあえず、まあ、あのね、指定のあるビッグ D を出しますか。で、派遣したんで、まあ、進んでいく道が見えるんですね、これね。はい、はい、携帯、あ、これを指示を出してますね。あいつの血を、あの、ボス、どっかのチンピラが騒ぎを起こしていると。で、そういうのに対して、じゃあ、あいつのケツを蹴飛ばして、あれか、一杯おごって、少し話を聞いたらっていうか、まあ、ケツ蹴飛ばせでしょうね。はい。あいつのケツを蹴飛ばして、あれ。了解、ボス。素直ですね。奴らを追い出したぜ、ボス。ちょっと手間取ったら客たちが喜んでるぜ。よくやった。以後、こんなクソガキを入店させるな。評判を落とすわけにいかない。ガードマンらに伝えたよ。二度とボス、二度と起きないから心配無用だよ、ボス。まあ本当に自分の指示通り動いてくれる感じですね。まあ裏社会の人とはいえ、結構そういうビジネスマン的な感覚っていうのが大事ですからね。いや、なんかスマホ一つで部下が動いてくれるってなんかすごい気持ちいいですね。じゃあ次行ってみます。これは報酬は1分間投資か。はい、ここをタップ。おお、ナイトクラブを管理、成功報酬で、まあ、100、1000か、1000の報酬と単位が分かんないですけどね、1000をもらったと。で、はい、じゃあ次の組に。おお、こうやって入るんですね。業務、ヒーローを業務に派遣し、業務達成でゴールドバーがもらえる。え、D ってあいつヒーローだったの？まあ、まあいいや、はい。日が暮れますね。I'm getting too old for this. I gotta get a drink. ボスでもね、疲れますから飲み行こうっていう感じですね。はい、行きます。あ、ナイトクラブ来ましたね。じゃあ下りです。こんな感じの女の子来たら俺警戒しますけどね。逆に怖いわ。Martini, extra dry, extra dirty. 何を飲みますか？イブリンさんからね、誘われましたよ。まあ、こういう時は、まあ、大体そうです。同じものを頼むか、強い酒をもらうか。裏社会的にはマウント取りたいんだったら、強い酒を飲んで勝負仕掛けるっていうのはありますけど、これはプライベートなんで、相手とのこうなんかね、意識の共有って感じで同じものを頼む方がスマートでしょうね。Me too. Put them both on my tab. しかもここで一杯おごる。これはね、なんか海外のよくある手段ですね。A man that pays and has taste, a rare breed these days. まあ今時品があってかっこいい男はそうはいないわと。品があってかっこいいかわかりませんけどね。はい、ここで自慢げに返すか、彼女のセンスを疑うか。僕だったらジョークにつなげたいんで、彼女のセンスを疑う方に転がします。Sounds like you met one too many fuck boys. まあ自分のことを自虐的にクズ男ばっかり引っかかるみたいだねみたいな感じで返してますね。 Why don't we play a game? もう今度イブリンからゲームをしましょう持ちかけられました。はい、じゃあ、 So, you wanna play? とりあえずゲームスタートですね。はい、まあサイコロから、サイコロを振った、いわゆる代償的なやつですね。3つのカップの中でチョイスして、どれが、3つのうちの1つが、これから来るサイコロの目と、どっちがでかいかっていうのをこう当てるっていうゲームですね。はい、行きます。はい、これ。イエーイ、勝った。あ、勝つと、なんか好感度が上がるんですね。じゃあもう一回いきます。まあそうね、これ、mm-hmm. お、勝った。 That was fun. 好感度がレベル2になってましたね。今夜空いてる？聞
かれましたね。本当は忙しいんですけどね、そういうわけにいかないんで、ここで一杯おごるってことは彼女からのお誘いを断ることになるんで、もうこれは OK と判断して家に誘っちゃいましょう。I gotta get back to the crib. 一緒に過ごさないか。How about a sleepover? これ言わないこと言ってますね。はい。Haven't had one of those in ages. こんなの久々イブに行ってます。はい。でこれで自宅ボス、さすがボスの人です。シャワー浴びてきますね。イブに行ってくると、これで手伝うかと聞くのか彼女に加わるのか。まあこれはそうですね。でも手伝おうかっていうのはなんかボスっぽくないですよね。なんかちょっと下っ端感が出るんで、もうボスだったらもう堂々と言ってほしいんで、一緒に行っちゃいましょう。彼女に加わる。Mind if I join you? 一緒に行か。Don't be naughty. いい子にしてね。あしらわれました。はい、まあ、いいです。そういうこともあるでしょう。あ、なんか報酬が出ました。受け取りましょう。あ、これスライドすると。はい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 、こうやってひんむいていくパターンですね。ちょっとシルエットで彼女がシャワー浴びてるの見えますけど、うん、まだ足だけしか見えないんで、ちょっともっと上を目指して、上をこうめくるのを目指して、なんていうか、こうここから戦っていくわけですね。なんかいい感じですね。ちょっと男の夢がちょっとある感じ。ちなみに、じゃあとりあえず戻りますね、はい、ゲームに戻りますよ、はい、Someone's looking chipper. 今度はまた円や部下の円やからですね。今日はご機嫌だねと。これはどうしようかな。ご機嫌ねということで、まあ、多分昨日のことを聞かれているのかどうなのか、まあ、よく分かりないですけど、まあ、とりあえず、自慢しましょう。 You already know I hit thatNow, what's the word on K? そうですね。本来ケビンを探しているわけですからね。はい。Rumors are pointing to Skinny Sean. スキニーショーンっていうやつがやったという噂が入ってきました。はい。That little rat? Kevin could eat him for breakfast any day of the week. 知ってるやつなんですね。3人がかりで来たって、ケビンにはさらわれたケビンに勝ってないな。Say what you want about him, but from what I heard, he's a Romano now.ケビンが消えた場所も彼の名前。まあ、ロバーのファミリーっていうのは多分周辺のどこかの。スキニーショーン。A Romano. Snatching fools. ロマーノの部下、スキニーショーンというのはロマーノの部下。まあ、ドン、組織のボスはどう考えてるんだと。とりあえず、うちの兄弟を放っておくわけにいかないから、ビッグ D に人を集めるように伝えろと。はいはいはい。はいはい、ここをタップして下の方にね、ちょっと今できるものがあるんで、これをチェック。ああ、戦闘、これで部下たちの力をつけさせる。これだとボクシングジムを建設してヒットマンをトレーニングしましょう。人手が足りないと戦えない。そりゃそうですよね。とりあえずじゃあボクシングジムを選んでここに置きます。はい、お願いします。来ました。でここ建設タップ。 I'm on it。 できてますね。はい、建設が完了しました。地下ジムでヒットマンを鍛え力をつけましょうと。はい、ということで1個作りました。地下水も建設する一部に近いですね。はい、で作ったんで受け取ります。ドロップサイト、密売品を製造し主に建物の建築に使用すると。はい、密売品受け取り、はい、ありがとうございます。武器ワークショップを建設する。武器ワークショップ、武器を生産するところですね。これを作ると、はい、I'm on it。 あ、細か
いですね。ちゃんと作ってるんですね。武器ワークショップとは主にメンバーの育成に必要な武器を作成するところ、まあそのままですね。はい、ありがとうございます。はい、でまた次は別生産主義。ラミレスはすでに部下になりました。当ヒーローを任命でバフを獲得。あー、ヒーローをさまざまな建物に配置して建築効率が上がりました。はい、任命します。アコルミレス、hurry up! Kevin about to die out there! 急展開ですね。 Leave it to me。 任せようと。なんかあの生産主任だと思いますね。はい、プライベート武器庫、使用後ランダムで3万から5万の武器を獲得。パッシブ、ヒーロー中東無事ごとに5ポイント。Get on with it。 進みましょう。はい、武器ワークショップ建設。ヒットマンのトレーニング、ヒットマンのトレーニングします。トレーニング、 What you looking at?よし、とりあえずあのヒットマンになりそうなこいつをね、トレーニングしましょう。はい、トレーニング。 Batter up, bitches。 強くなりましたかね。はい、次はヒットマンをトレーニングやりますか。ヒットマントレーニング、ミッション達成しました。お、地区を占領。 Let's get K back。 ケビンを連れ戻すぞ。ボスが言いました。ボスを戻す。で、ケビン、ここロマーノファミリー、細身のショーン、全然細くないし、こいつホットドッグ持ちながらナイフ持ってますね。ちょっと許せないんで攻撃しておきます。あー、これ戦闘ですね。もう両面入り乱れてますね。あー、勝ちました。勝った、細身のショーに勝ちました。イエー、やっぱ育成しといてよかったですね。 Stop running, you ironic piece of shit。 びっくり、頼りになりますね。 Where's Kevin? ケビン探してます。 What? 何を言ってんだ、ケビンなんて知らないぞ。よく見たらこいつショーンの口の周りケチャップついてますね。ずるいな、面白い。Oh, playing hard now? で、今さら反抗するかと、何を探りたいかかかってこいよとビッグに挑発します。Fine. ショーンは It was Tony Romano, okay? トニー・ロマノだ。He snatched the hick. 人をさらったのか。これでまあちょっと、私は車盗んだだけ許してくれよ兄貴と。まあ、もう口を割りましたね、簡単に。What's that snake got to do with this? あいつと何の関係があるんだよ。まあ、ボスは知ってるわけですよね。The hick kept stalking Mr. Romano, and then Mr. Romano told me to get an unmarked van. That's all I know. ロマノにナンバーがついてないミニバンを用意しろって言われたんだ。僕は何も知らない。ナンバーがついてないね。はい。まあでもここでもうこいつを振り払っちゃうか、あ、どういうことだと、もっとこう追い立て聞くのか。まあこいつはこれ以上も情報を持ってるか持ってないか、どう判断するかですね。僕だったらもうぶん殴って終わりにしてもいいんですけど、ちょっと情報がね足りないと思うかもしれないんで、一応説明を。 Take him back and make him squeal. I want to know everything。 はい、求めさせます。全部吐かせろと、知ってること全部なと。Please, man. That's all I know. 私は本当にそれしか知らないんだ。私はただ飲食店経営者ですよ。ナイフ持ってなんかこう食いながらやってると全然ただの飲食店経営者に見えませんけど、はい、まあ、とりあえずこれ地区を手に入れたと。建物を建てれます。地区占領。はい、これでこの基地のレベルを、通行人がねちょいちょいこう面白いこと言ってるんですよね。まあいいんですけど、そういうねちょっとこう周りの街の背景とか動きにも注目してください。今もカーチェイスされてますよね。
レベルアップ1のレベルをグレードアップしますグレードアップはい I'm on it. こうなんか立つ瞬間っていいですよねなんかね建物がねすごい気持ちいい感じがしますここから作っていくんですねはい作りましたちょっと基地をねレベル2に上げますレベル2上げる受け取り上げたんで受け取り報酬ですねこれもらいましたやったでチャプター報酬っていうのは何これやっぱりゴールドっていいっすよねはいでもこれ何もらってるのなんか石好きなんではいダイヤあこれ全部もらえるあこれ全部もらえるんだすげえすげえこれでチャプター2に行きますロマーノテリトリーシューティングロマーノの縄張りに入って殺されるのを待つわけにいかないよなと堂々と、はい、ロマーノの縄張りに入っちゃったんですねエンヤに指示を出します、はい、駐車場建設 Get the rides ready! Boss's order! We're moving out now! 車を用意してすぐに出るわってエンヤ言うとりますね、はいで駐車場を作るここでいいかな、はい、OK なんかこうゲームなのに基礎工事的な感じをちゃんと描いてるのが嬉しいですね、はい、I'm on it できた戦闘力プラス65なんか強くなっていく感じいいですね、駐車場でパーティーを編成し組み合わせて戦いましょうパーティー編成に使うのね、はいはい、ゲームっぽくていいですね実際駐車場でそうやってパーティーというかグループを編成して、はい、行くぞみたいなのはありますね、はいまあ、ちょっと犯罪行為ですけどね、はい、パーティー編成ですパーティーにはリーダーとなるヒーローが必要ですビッグ D に任せてみましょうあこういうことでヒーローね、はいはい、チームのまあリーダー的な感じねまあ、ビッグ D でしょうね。おすすめビッグ D でしょうね、はいはい。トレーニングしたメンバーをパーティーに編成するのを忘れないでください。強くても一人では戦えないよと。はいはい。バフ入れます。はい、でこれで OK。駐車場を建設します。ところで向かうする。占領します ケビンが閉じ込められた地区をタップしてパーティーを出発と Alright, let's get our white boy home いや、いよいよ勝ち込みに行きます兄弟を迎えに行こうぜ、ビッグディー言ってますはい、出撃さて、疾風のジョニーと戦うわけですねあー勝てる勝てるギリ勝ってるギリ勝ってる勝てる押せ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 はい押せ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 ちょい近ちょい近勝ったんやっぱ鍛えとくに限りますねはい食肉場にねぶら下げるね Hey Kevin Where you at man? ケビンどこだ死ぬな言ってますねビッグ D がはいはいはい So fucking cliché Holding fools in a damn meat factory まあ古いこういうやり方で古いも新しいも、まあ、なくはないんですけどねここで言うことじゃないんでね、はい、ごほごほ言ってますはいエンヤがねケビンここよーって Y'all got any orange slices? ケケツ葉っぱねえか一本くれよもうジョイント前提ですね老兵 You still hung up on fruit, white boy? そんな顔でとかよいいか早く俺を殺してくれトニーが警察を組んで俺を止めたんだこれね黒幕が分かりましたねトニーですねはいまあとにかくお人よしじゃボスなんてやってらんないんで、まあ、信じないとか言わないですよまあやっぱりなって思うでしょいきますやっぱり、まあ、前から野郎が裏切り者だと知ってたと密告するとは思わなかったぜと
はいはいはい。D, get Kevin home. Kevin, I got some shit to do before we go after Tony. ちょっと用事ができた。終わったら一緒にトニーを。え、用事なんかあったっけ？はい、地区占領しました。受け取りって貯金の。あ、これまだ受け取ってないの。あ、ちょっと進められたんだ。あ、こうやって街見えるんですね。あ、ナイトクラブとかね、こういうのね、どこが何があるか、基地とか駐車場とかあって、銀行とか。それは業務一回やります。はあ、はあ、はあ。これは期待する。まあとりあえず派遣しましょうか。はい、失礼します。いや、あ、成功率が出るんだ。あ、ビッグ D だと 100%、 ラミレスだと 50%。 じゃあビッグ D 行くしかないでしょ。ビッグ D でしょ、これは。派遣、どこ行くんだ。はい、あ、コール来ましたね。はい、ボス、大通りの銀行で強盗騒ぎみたいだと。で、指示してください。あ、自分の指示でね、ビッグ D の命運がか、こうちょっとね、分かるんですね。はい、あ、撤退、そういうことか。自分の部下で検閲してないで早く奴らを逃がせと。奴らを取り押さえつけて警察を待つんだ。これどっちかな、どっちだと思います。まあ警察は敵ですからね。警察を待つとかそういう選択肢はありえないんで、検閲してないで早く奴らを逃がせの方向でしょうね。早く奴らを逃がせと。決めた決めた。結局お金を残してくれたんで、僕基地を、今度は基地をレベル3に上げます。アップグレード、グレードアップします。 I'm on it。1分間建設を加速しちゃおっかな。はい、一応レベル3まで上げた。はい、で、これチャプターの割にギフトバッグがあります。何くれるんだろう。I ain't got no time for this. ケビンの、ね、紹介が出てますね。まあ、元軍人ってことですね。誰かの命令ではなくて、はい、はい、とりあえず心強い部下が入りましたという話です。チャプター3、キルオーダー。Looks like we're gonna be up against the Romanos, boss.ロマーノファミリーとの戦争が始まるな、ボス、言ってきました。俺たちはまだまだ上に行かなきゃならねえ、まあ、みんなで行こうぜってことですね、ボス的にはね。はい、じゃあそのためには何が必要かっつうと、射撃場、はい、射撃場作ります。ここは、はい、作っちゃいます。 I'm on it。 これで俺ちょっと気がついちゃったんですけど、こうやってる最中にこの受け取りのボタンがあるんですけど、受け取ると女の子、これ少しずつこう、はい、めくれていきます。ということで、また、はい、また溜まったら受け取りに行きます。ここでゲームの感想はいかがでしょうか。まあいいねっていうのを押しておきます。評価、はい、評価です。はい、 OK。 あ、評価すると報酬もらえるんですね。皆さんも評価しましょうね。はい、はい、射撃所建設。 A、
ガンナーをトレーニングする。ガンナー言いますからね、最近ね。はいはい。最近じゃねえか、英語でって。はい、ガンナートレーニング。トレーニング。トレーニングするでしょ。こいつ信用できなさそうな射撃の腕あんのかないのかわかんないけど、まあ、とりあえずトレーニング。加速アイテムを使ってトレーニングを加速、まあ、しますよね。トレーニング加速。はい。Hey, where the bitches at? ガンナー、はいはい。戦闘力上がった。イエーイ。今度はトレーニングしたメンバーを派遣しに行こう。ここに。ケビンですね。ケビンを入れましょう。ケビンのチームにガンナー、これが、あ、ヒーローがね、これぞそれぞれのヒーローがこういう風にパーティーを率いるっていう感じになってるんですね。こうやって自分の部下たちに、まあ若頭的なやつらを作って、組長に対しての若頭、幹部たちを作って、その下に部下を配置していく。で、まあそれぞれのこう組というかチームを作っていくんですね。まあ忠実な部下、それから戦闘力が高い元軍人とか、そういう風にこう個性がすごい際立ってきてますね。うん、じゃあ早速どこに行きましょう。パーティー保存。はい、行くよ。駐車場でね、チームは結成されますから。はい、トレーニング。ちょいちょい街中のね、こう連夜はすでに部下になりました。当ヒーローを、あ、ここで任命できるんだ。はい、Alrighty then。Let me at him, boss. I'll fuck him up. ケビン、血の気多いですね。僕、ボス、俺にやらせてくれと。はい。ここはトニーの投資センターです。今はあなたのものです。ここで発展しましょう。しますよ。三本弓のジョン。ロマーノファミリー。こう、こいつとバトルするんだ。まあまあ、でも、どう見てもこうね、あの、和彫りのがっつり入った。日本ヤクザ感のあるあのジョーンですけど、ジョーンを攻撃、まあこいつで行くしかないでしょう。ビッグ D で。おお、押してる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 。勝つだろ勝つだろ、イエーイ、勝ちました。今回はもう逃がさねえぞ、クソが。口悪いっすね。 I should have killed the both of you when I had the chance. This is the thanks I get for having mercy. お前らをやるべきだったと。これが俺の仁義に対する報いか。困る、これ困るな。お前のやったことを見てみろ。お前変態か。くわ、気持ち的にはお前変態かって言ってやりたいんですけど、まあ普通に言ったらね、お前のやったことを見てみろなんですけど、ここはあえて自由なゲームですから、お前変態かこの野郎って言います。はい。 Does Don know you acting like a prissy little fuck? お前のから騒ぎ生活、あのクソじじいとっくに老人生活してるよ。口悪いな、トニー。Hey, shut the fuck up, fool. これ英語の方がちょっとやばいぐらい口悪いしね、こいつ。トニー撃ってきました。はい。Get down, boss. わあ、さすがビッグ D、忠実な部下。ボスにタックルして伏せさせました、ね。You won't be so lucky next time. 今度こそ思い知らせてやる。トニー言いました。投資センターで適切な項目に投資し、自分の実力を高めましょう。あ、着信来ましたね。えい。
ショーンを捕まえてトニーの投資センターを襲う調子に乗るなよ。それからここでもお化けか誰だ、ま、誰か分かんないやつから連絡来たんですね。若者はとにかくせっかちだな。また会えるよ。お前消えろ。どっちもどっちだな。口が悪い。はい、とりあえず着信は来たと。で地区を占領。なんかちょっと気になってます。あ、ストリートファイトができる強化、うん、ウークルクラス。ダメージ減少、攻撃力プラス。あ、これここまででポイント結構使うんですね。まあこれぐらいでとりあえず行ってみましょうか。火炎瓶がいる。おお。シフェス。やべやべ、ボス怖え。やっと。ストリートファイト、なぜかストリートファイトしてしまいました。はい。あ、ちょっと受け取り報酬。受け取り報酬やったー。はい、女の子の顔はようやく見えましたね。男のロマンです。チャプター4です。トニーが moving arms outside our neighborhood. トニーがね、縄張りの外で武器を運んでいる。We got no time to waste. Let's go get him. 追いかける。はい、まあボスとしては優勝。はい。州全体を見渡すことができるようになりました。ここには限りない富と多くの危険が潜んでいます。州はでかいですよ。はっきり言って国ですからね。はいはい。行きます州。行っちゃえ。すげえ。検察さまざまなことができます。全部で4種類あります。倒すとさまざまな資源がドロップしますと。おーおーおお、やっぱ検察でしょ。武器商人ね。こいつを攻撃、出撃。 Let's catch some food。あー、こういう感じで進んでいくんですね。やや武器勝利に勝ちました。 Fuck, he got away. Boss, we got wounded men here. 怪我人が出ました。 Hospital, now! Hospital now 行ってますね。さすがボス、人命をタップを取りますね。はい、基地へタップす、タップすると基地へ戻れると。で今度は負傷者を治療します。病院です。負傷したメンバーをね、はい、で今度は何だ、あ、治療ね、はいはい、治療します。Hello kid, staying out of trouble?よくぞ元気かいと。What the fuck are you doing in my house? Come on. A new king's in town. I think we can work together. この町はもう新しい金がいる。俺たちは組めるかも。まあいきなりこんな来たやつに、まあ信じちゃって情報を先に渡すなんてことは。さすがにできないんで一旦断りましょう。これは僕的な交渉術としても、相手が何持ってるか分かんない状態に乗っちゃうっていうのは怖いんで、まあ断ります。
I don't give a fuck about you. お前のことはどうでもいい。俺が欲しいのはトニーだけだと。はい。部下は重いですからね。Look at that. 部下じゃない、敵。We want the same thing already. 俺と同じ考えじゃないと、アバナシがね。You want Mr. Romano for revenge. 俺はロマーノの手下が欲しい。I want what he stole from me. 俺は彼に盗まれたものが欲しいと。まあ、自分がそういう目的に動いているんですね。トニーの情報はないんだな。確認します。Straight to business. I bet special agent Edward から担当直に話そうと、スパイのアバナシがきっとボスと仲の友人になれるはずだ。詳細すぐ送ると。Say goodbye, Officer Pickford. Goodbye, Officer Pickford. 一方で警察官からね。はいはい。巡査。女の子の受け取りが来ましたね。緊迫感の中に男のロマンがあるんですね。Have you been a bad boy while I was gone? いい声してたんでね。イブリンからご褒美が来ましたね。はい。あれ、ここまで続くない？随分とまあ。ガールフレンドとデートして親密度を上げる、この先があるってことですね。あ、こういう風に話の途中でもこういう遊びができるってことですね。まあボスですからね、レストランに行くこともあるでしょう、イブリンと。うん、ここ来るとリラックスできるよね、ここの雰囲気素晴らしいよね、言ってますね。まあ大体こういう手の人たちはいい店知ってますから、はい。まあね、こういう時に自慢タイプに行くのか謙虚に行くのか、結構ねキャラが分かれるところですけど、まあ、僕は自分の性格的には自慢したい謙虚に行くかっていうと、まあまあいい年してるんでね、こっちは大人の余裕を見せて謙虚に行きましょう。はい、満足させるわ。何注文しましょうか。はい、お腹すいた。何にする、ちょっとした遊びをしたいと思うので、私が説明した内容に基づいて注文できるか見てみましょう。最後に何個できたか教えてあげる。これはゲームの予感ですね。いきましょう。簡単なことだと。まずいろいろ入ってものがいいのは、コールドカットプラッター、スモークサーモン、シーザーサラダ、まあよくわかんないんで、とりあえず、はい、メインディッシュには超ヘビーで肉厚なのがいい。まあステーキだもん。スープは野菜がたくさん入っているヘルシーなのがいいね。マッシュルームスープにミネストローネ、チキンヌードルスープ、さすがにそれだったらミネストローネかな。デザートには甘さがにじみ出るようなものがいい。これガチのなんかデートのなんか食事選びをこう迫られてる感じで、チョコレートバニラ、チョコレートレモンタルトチーズケーキ、甘さがにじみ出るんだったらレモンタルト、答え合わせですよ。イブリン喜んでキスしてくれました。これでいいのか。ムード値、まあ一応ちょっと親密になれました。でバーかな、とりあえずバーでデートします。バー行きます。
バーに来ました、イブリンと。で、前提としてイブリンと自分がここを訪れるのは初めてではないよと。雰囲気と音楽最高だね、イブリン言ってます。はい、ここはいつも不思議な何かがあるよね。間違いなくアルコール、間違いなくアルコールだ。そういえば今日何を飲みたい？ミスターボス、機嫌がいい時に何を飲みますか？テキーラ、ウォッカ、マティーニ、ウィスキー。テキーラ、ウォッカ、マティーニ、ウィスキー。あー、ここはギャングのボスとしてはいろいろあるけど、まあ、せっかくなんで、まあ、この感じですからね、かっこいい感じなんで、まあでも気分がいいとでしょ。テキーラ、あなたはいつも強いお酒が好き。私もっと軽い飲み物がいい。いいよ、何にする？じゃあこの前と同じのを注文しようかな。よし、分かった。赤くてスパイシーなのがいいって、それはもうドラスター、スクリードライバー、ブラッディメアリー、モヒート、ダイキリだったら、まあ、ブラッディメアリーでしょうね。はい、いきます。これでどうだ。君が欲しいのはブラッディメアリー。イブリンの注文は、お酒に詳しいね。まあ俺はセンスがいい男だから自分で言うなって話ですけど、不良行為についていろいろと夜通し語ったおかげでガールフレンドと親密な関係になりまして、次のデートを楽しみにしているよということで、はい、もっと遊んでいいんだぜ。案内してくれベイビーと同じこと考えてるぜ。で最後、はい、イブリンとホテル来ました。レセプションの方がちょっと某夫人に似てますね。予約してましたか？いや、部屋はあるかいと。お部屋と料金のご案内です。これ超いい部屋と普通の部屋、どっち案内？まあ、普通の部屋、スタンダードルームにしました。スタンダードダブル、心地いいな、言ってます。ちょっとリラックスしましょう。言わないで。はい、デートが終了。 Hey there, handsome.これイブリンを動かせるんですよね、はい、これは何だろう、何なんだこれ。あ、7、10で、あ、この先にもいるんですね、イブリン以外にもね、はい、女の子はね。はい、分かりました。まあこの辺でいいでしょう。はい、とりあえず。We're gonna need more boys in the crew if we finna fight in all that world. 本編のね、ちょっとバトルに戻ります。僕的に本編です。別に女の子と遊ぶ方がメインで言っても別にいいんですよ。とりあえず僕はバトルの方がちょっと燃えがちなので、こっちでヒーローを選択して、とりあえずビッグ D レベル2パーティー。Ah shit, it's your boy.昇級とかあるんですね。これでだからレベル上げさせたりとか、うん、ランクを上げてったり、とにかくこうやって。アントニオ、ここに書かれてる。あ、通報が来ましたね。
おー、勝ちました。 What? He's not here. Just a bunch of flour? Oh, D. These ain't no flour. What? He's not here. Oh, that can't be. ちょっとガセ情報をつかまされてるときに、こいつに対して詐欺指名っていうか、脂っこい言いたいけど、文脈脈絡全く関係ないでしょこれ。まあ詐欺指名でしょうね、普通に言ったら。脂っこい言いたいな、意味わかんないけど、全く意味わかんないけど、まあ面白に振りましょう。脂っこい言ってみましょう。Pigs playing dirty to get their hands on some drugs. I should have known. 警察も裏稼業してるな。ドラッグ手に入る。あ、そうか、そういこう。How could you say that? I'm an officer of the law. Oh, look at that, Officer Pickford. Here's the baking powder Mr. Romano stole from me. マジックベーキングパウダーじゃない。I'll bring them back to the car. 車に積んどく。Once I find them, I'll text you the location, boss. Boss, bye bye. Pigs.Don't look like Tony's men. We just work here, man. Don't hurt us. Hold on. Ain't you the dudes that work for Duke? Chapter 5. Sir.Don Romano is at the door. Romano 出てきた。中入れろよ。Look at you, boy. All grown up. Don, where you been, dog? Felt like yesterday when I had meetings with your father. And all you talked about was basketball. まだバスケットの選手になりたいって言ったら時間経つの早いな。いや、上からね、昔話されるの嫌ですよね。まあまあ。まあ、あのね、牢獄は人を変える。変えるんですけど、まあ変える。まあね、変えるって言っときましょうか。はい、行きます。Yeah, that was before I was set up. Spent a year in the pen for something I didn't even do. まあ、むしろ入れられて、こう恨み節をね、ちょっと匂わせます。I'll cut to the chase. 単刀直入で話そう。Tony's hiding in his casino. Tony は自分のカジノに隠れて、俺のためにはあいつをやっつけて。Fix my mistakes for me, boy. Why are you doing this? 頼みがいことしてくるやつ嫌ですね。やつは何のためにやってんだ。Ambition drives you, 向上心が大事で野心家になってしまった。まあまあまあ、そういうこともあるでしょうね。はいはい。I'm on. Boss, there's a well-dressed gentleman at the door asking for you. An architect. Very well. Finally. Now let us not waste any more of... Hey, watch your mouth, fool. Or you're gonna be spending all your time on the ground. また新キャラ出てきましたね。I see.Perhaps my expertise would be better utilized by another gang. But it would be a shame to see your crew be consumed by others. まあちょっと自分のね、あのキャリアを自分の実力を高く売ろうとして。How do I know you're not just trying to hustle? どうやって証明するんだ? A trial of my services will be all that is needed to convince you of my ability. I'm a busy. Talk to the assistant.使用中、ダリアーノのこう説明が出てますね。まあ腕はいいが、あっし、It's your boy。ちょっとボートとバトルすることになりそうですね。はいはいはい。うん、攻撃することで、燃料が消費されたり、でも攻撃をすると資源がたくさん入ったヒーロー経験値も獲得できると。低レベルボートを先に撃破してから高レベルボートを倒すことが可能です。まあ、よくわからないんで。
cap some fool. よし、トニーやっつけるぞ。バイク乗ってんの、トニーかな。フルボッコですね。余裕。Bastards! I was supposed to be king of this city! この街のキングに、新しいキングにはトニーを俺がなるつもりだったのに。You fucked over everybody! なんで裏切った For what? Money? Power?まあそういうところに聞きますよね。What else is there? Your precious honor? This is pointless. 事情を受ける。こういう描写細かいですね。Naughty boys in the casino vault. We have you surrounded. ああ、アバナシ来ましたね。余計なところに来ますね。Why am I not surprised? 驚かないぜ、事情。Hello, boys. Oh, looky here. The baking powder money Mr. Romano owes us.ベーキングパウダーのお金ねっていうことでね。おや、これはロマノさんがまだ返してくれてないマジックベーキングパウダーのお金じゃないか。呼ばれた金はいらん。金を分配する。これどっちですかね。正義の人じゃないんで、呼ばれた金はいらんなんて突っ返すべきなのか、金を分配する。まあ、分配でしょ。だって正義の味方じゃないもん。本当はでも、本当は警察の方が正義の味方ですよ。まあ、ゲームだしね、ゲームだし、はい、普段やらない選択肢を、はい、分配。Hey, we found them first. You better at least split that shit. 俺らが見つけたのせめて半々だろうと、はい。No can do, まだ喜ぶだと。Mr. Romano stole a lot more than this. Romano が力抜いたまだたくさん他の物を居場所入ってもらってから祝おうと。He tells me where he put the rest. Don't touch me, pig. もう全員クソ野郎ですね、ここに出てくるね。I'm coming for you next. 次はてめえだ。Yeah, yeah. You know where to find me.俺の状態では失礼。こんな悪い警察嫌ですね。地区占領。Sir, we don't have the strength nor resources to take on the CIB right now. まだね、警察と戦うにはね、ちょっと早いよね。Yeah. マリのやることいっぱいだ。いやーもうなんかね、だいぶ俺的には町も育ってきたし、いい感じ、縄張りもちょっと大きくなってきて、いい感じだと思うんですけど、まあミッションはね、いろいろやって、今、いろいろね、もう受け取ったりとかしてるんですけど、デイリーミッションもあるのかな、まあメインミッションはこんな感じか。で、あとはヒーローですね、ヒーロー。今ね、俺がお気に入りのビッグ D が、レベル4、だいぶかっこよくなってきましたね、この。他にもヒーロー、まあ、ダークヒーローですけどね、まあ、いわゆる正義の味方とは違うんですけど、いろいろ言いますね。なんかあ、まだ未獲得のやつがすげえいっぱいいる。すげえいっぱいいるし、あ、日本人っぽいのもいるんだよ。あ、龍馬。説明は見れるんだ。あ、元力士ですね。はいはいはい。31歳、日本出身ですね。いろんなのがいるんですよ。ちょっとヒーローざーっと見てきますか、龍馬からね。こんなヒーローが。キャラ濃いなー。これちょっと地下のっぽくていいですね。このこいつが刺してる銃見たことありますね。リアルな方で。はい、これね、こういうバット、金属バット使うのね、結構不良の世界でありですね。この鎖がまあちょっとわかんないですけど、はい、こういう子は歌舞伎町いますね。背景もちょっと歌舞伎町っぽいですね。旅人？属性旅人なのこいつ。絶対嘘でしょ。あ、ダマック・ブラウン。日本人になってますね。日本人が日本生まれになってますね。ピンを、うん、倉庫ね、倉庫のタップ、タップして。ああ。
ゴールドバー、密売品とかね。銃、お金、お金、密売品。まあ、一応ね、こう説明出ますね。はい。よし。ちょっと親切ですね。下手に使用すると無駄になるよっていうのをちゃんとね、こうやって教えてくれます。あ、使用できちゃう。あ、投資できるってことなのかな。うん、いろいろ使えますね。あ、こうやって倉庫をアップグレードした方がいいよとか説明してくれるんで、その通りにやると街が、自分の街が発展するんですね。なんかゲームのシステムも親切いいですね。俺みたくゲーム音痴でもちゃんとできる感じ。イエーイ。いやー、なんか実際にこうね、ゲームしてみて思ったのは、すごいこう、自由度高いですね。自分でどれやってもいいし、どういう遊び方をしてもいいし、なんか本筋っていうものがあるようでないので、自由にね、自由な発想っていうのが結構求められるっていうか、自分の中にある自由な発想っていうものがなんか鍛えられる、そんな感じのゲームな気がしました。で、同時にこう、裏社会的なやりとりとか、論理とか、そういうのが、ふんだんにね、織り込まれているんで、ちょっと、こう、やりながら、あ、俺どういうキャラ設定だったっけとか考えながらね、裏社会をどう渡っていくのか、どうのし上がって成り上がっていくのか、そういうなんか自分とのやりとりみたいなものできてめっちゃ楽しい。そんな感じですね。裏社会の論理的には、まあ、現実にありそうなことっていうのが結構あったり、まあ、普通だと、そこまでの時間幅で見られない裏社会のビジネスの展開の仕方みたいなのが結構こう上手に再現されているんで、ゲームの世界観的なリアリティはかなりそういう我々が普段見れないアンダーグラウンドなもののなんかこうちゃんとまあ入れているというか盛り込んでいる、そんな感じはあります。まあでもあくまでゲームなんでね、これを現実ではできませんけども、でもやっぱり楽しむことはできる、こういう世界観を楽しむことはできると思うので、ぜひちょっとトライしてみてほしいと思います。で、 Google Play Store からダウンロードできますんで、そっち早速アクセスしてトライしてください。 Android 版がね、発売されてますんで、よろしくお願いします。